ヘロー YouTube、どうも、東京ホテイソンのショーゴです。今回はドッキリです。名付けてショーゴが見ているなーぜなーぜの動画が全部タケルのことを言っていたらタケルはキレるのかなーぜなーぜということで、なーぜなーぜってね、ちょっと前に入りましたね。乗り遅れました。もう賞味期限があと1ヶ月だったので、ね、ちょっとまあやろうかなってことで、タケルがこれから来ます。来た時にですね、なんか動画見てます。そのなーぜなーぜが全部タケルのことを言ってます。事務所の後輩のてるてる娘のサイピーに協力してもらって動画撮りました。なんで結構ね、バレるかバレないかのニュアンスを、言っておりますんで、バレるのかお楽しみに。おい、お客様に人間の出口を見せるな。うんこ長いって知ってた。性欲ないっていう割にはデリヘルのサイト見てるの。なぜなぜ見たことないバーツのコンドーム200個くらい買ってるの。なぜなぜ今日もグレーダメだと思って、かぶっちゃって、これを手にバッファローくらい飯食ってるから痩せるわけないのに痩せたいって言ってるの。なぜなぜ大丈夫じゃないですか。去年から三味線習い出して高い三味線買ったのに羞恥心のワンフレーズしか弾けないの。俺のことじゃねえか。先輩の彼女助けて好感度上げたの。なぜひょうの。自分よりツッコミが甘い人がいるとビビって声が小さくなるの。なぜなぜ俺じゃねえか。だから監督の会議でみんなノートとかパソコン出してるのに自分だけ天才感出して何も出さないで結局やること覚えてなかったの。なぜなぜ俺じゃねえか。相方の漫才論を先に M1 のインタビューで言うから結局何も言うことなくなって思ってもない漫才論を生み出さなくちゃいけないの。なぜなぜお前と俺じゃねえか。いや、なんだこれ、なんだこれじゃなくて、おい、なぜなぜ性欲ないっていう割にはデリヘルのサイト見てるの。なぜなぜ俺じゃねえかそれ。見たことない分厚さのコンドーム200個くらい買ってるの。なぜなぜ早漏だから俺じゃねえか。元カノのコートをずっと飾ってるの。なぜなぜよくわかってんだ。俺じゃねえかバッファローくらい飯食ってるから痩せるわけないのに痩せたいって言ってるの。なぜなぜ俺じゃねえか。去年から三味線習い出して高い三味線買ったのに羞恥心のワンフレーズしか弾けないの。なぜなぜ俺じゃねえかよ。先輩の彼女助けて好感度上げたの。なぜひょうのなぜひょうのっつってるな。自分よりツッコミが甘いなぜなぜじゃんみたいになぜひょうのっつってるな。なぜなぜ単独の会議でみんなノートとかパソコン出してるのに自分だけ天才感出して何も出さないで結局やること覚えてなかったの。なぜなぜ何にも出ないから仕方ねえ。俺じゃねえか。相方の漫才論を先に M1 のインタビューで言うから結局何も言うことなくなって思ってもない漫才論を生み出さなくちゃいけないの。なぜなぜたまに変なこと言ってるもんな。俺じゃねえか。自分よりツッコミが上手い人がいるとビビって声が小さくなるの。なぜなぜ俺じゃねえかよ。めちゃくちゃ俺じゃねえかよ。先輩に萎縮すんだよ。合ってるかなって思ったら声がちっちゃくなるんだよ。俺が一人の時は全力ででかい声でできるのに、あ、先輩がいると合ってるかなと思って声がちっちゃくなるんだよ。おい、始めようか。よし、始めようかじゃなくて、なぜなぜじゃなくて、違う、なぜなぜが全部俺なんだって。俺え、なんで、俺、え俺のこと、お前のそれ、これアカウント、お前が俺のアカウントじゃない、うん、俺のアカウントじゃなくて、うん、俺のことを言ってる。おかしいね。おかしいよ、うん、なぜなぜってなぜひょうのがあったから一回その井上咲楽ちゃんを俺が27時間テレビで助けた時、うん、まだ俺は畑中さんと付き合ってるって知らないからね。俺この間畑中さんに会った時に、うん、畑中さんに俺知らなくてやられましたっつったら、うん、ありがとうなっつって彼氏だよな。ドッキリ大失敗です。いや、こんなもん成功しないってすぐわかるよ。うわー、気づくか。やっぱりこれすぐ気づくよ。うわー、悔しいな。一瞬にして分かったよ。何で俺なんかあっちで言ったな、何か。これかな。バッファローくらい飯食ってるから痩せるわけないのに痩せたいって言ってるの。なぜなぜ
去年から三味線習い出して高い三味線買ったのに羞恥心のワンフレーズしか弾けないの、なぜなぜ。だってこんなエピソードないの。え、なぜなぜ。三味線の人にこんなエピソードないの。三味線の人に、三味線の人にこんなエピソードがないから。あ、俺だじゃなくて、そうそうそう、三味線の人のエピソードを探ってったら、先にそっち側を、俺はだから先に外を見た。三味線、三味線側を見たら、そんなエピソード持ってる人がいないから俺だってなった。三味線、三味線の方で行ったと。そう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 よ。イージー。てるてる娘でしょ。てるてる娘のサイピーに協力してもらって、うん、1個目が性欲ないっていう割にはてるてるのサイコンみたいなの。ちゃんとそれっぽく撮ってんだね。そのマイク持ってこの近寄ってくるやつ。宮下公園行きました。宮下パークで。ちゃんとね。1個目、性欲ないっていう割にはデリヘルのサイト見てるの、なぜなぜ。なぜなぜ。いや、そのデリヘルのサイト見るよ、地方に行ったら。で、読まずにそのサイトで抜いてしまうんだよ。安いぞ、俺は安いぞ。なぜなぜ。なぜなぜじゃない。ねえ、これはね、しろべがあなたの携帯を買って、なんか調べ物があったから見たときに、もうその、タグがデリヘルのサイトばっかだったらしい。そう、駅近駅近とか、ね、駅近駅近だよ、本当に。これは恥ずかしいよ。見たことない分厚さのコンドーム200個くらい買ってるの、なぜなぜ。これなぜなぜ。それは早漏だから言ったじゃんか、さっき。俺たちがタケルの家で見たのはね、なんだっけ、 0.09 ってのがあって。そう、 0.09 と、うん、極厚ってやつなんですよ。みんな薄ピタでしょ。みんな薄ピタでしょ。あれ極厚ってやつ。極厚でした。元カノのコートをずっと飾ってるの、なぜなぜ。これよ、これだから俺ごめん、これ、いや、これ俺捨ててもいいのかどうかが分かんなくて。これ連絡取った方がいいんじゃないの、捨てていい。確かにね、それはちょっと、うん、聞かなきゃなと思う。これは聞いた方がいい。もうちょっと、もうちょっとこう忘れてから。そう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 。まだちょっと引きずってる。まあ、そういう面もあるわな。バッファローくらい飯食ってるから痩せるわけないのに痩せたいって言ってるの、なぜなぜ。この例えは何なんですか。バッファローぐらい飯食ってる、めちゃくちゃ食ってるから、めちゃくちゃ食ってるから俺も痩せてないと思ってる、うん、この間高岸に言われた。その高松で営業の時に、うん、どっか行ったら朝も基本的に走って、今日の朝も走りました。おー、ジムで。なんで痩せてないんだいって言われた。高早くちょうだい。そんな頑張ってるのに。ポジティブじゃないね。そんな頑張ってるのに。なんで痩せてないんだい。本当に心配してるじゃん。ああ、まあ、これからね。いや、ちょっとやっぱさすがに気づくか。いや、これは分かるわ、さすがに。ああ、悔しいな。漫才論パクるのは何だ。あ、そう。いや、だって別にその、だからもうその認識がないのかもしれない、俺には。パクってる。俺が言ってるじゃん。その2回戦で言った、うん、2回戦ってボケてもいいんだけど、ちょっと真面目なこともお願いしますって聞かれて、真面目なことを言うじゃん。うん、それ多分こっそり聞いてんだろうな。うん、それを3回戦で言うじゃん。うん、俺が、うん、俺だからもうそのそこの脳みそのリッターが外れてると思う、多分。で、準々決勝の時に俺もう言うことないのよ、うん、で、3年前とか準決勝もなかったでしょ、うん、お前がなんかもう一回俺の言ったことをちょっと拡大解釈して言って、うん、通った時もなんか、うん、で、泣くじゃん、タケル泣く、だから俺が使われる。俺すごくいいこと言ってるんだよ、2回戦で。全部やられてんの、お前に。それは俺がちょっと上書き保存しちゃってるってことか。そうよ。あ、これはちょっと申し訳ない。ちょっと、うん、で、ネタ書いてるのタケルみたいになってんだよ、スタッフさんも。そんなことはないでしょ。いや、書いてるみたいな顔してインタビューよ、ね、そう、まあ、それはもちろん、それはもちろん。いや、それだって一般に出てる以上、いや、書いてるみたいな顔して出ないと。そら、せめて第一声俺から行かせてよ。いや、今年の M1 どうですか。 OK、 分かった。じゃあ今年の M1 はインタビュー全部第一声言ってくれ。行かせてよ、その思いを伝えたいんだよ。それやるなよ、絶対に。分かった。3とかで俺が先に答える。じゃあ、うん、基本的にはということで、タケルのなぜなぜ、さすがに気づくでした。ありがとうございました。わかります。チャンネル登録よろしくね。おい、ビブラーボ。